AI に置き換えられる食料であればあるほど、生成系 AI にはポジティブな反応であると。なんか教授が一番ツイッターにスクリーンショットを上げてるっていうのは、まあ、結構面白い結果かなと思います。はい、皆さんこんにちは。a i v ジマニャンタです。本日は生成系 AI に対する世間の反応ということで、最近出たこちらの論文についてまとめてみたいと思います。皆さんチャット GPT が誕生してから生活はどのように変わったでしょうか すごく便利になったなっていう人もいれば、もしかしたら AI に仕事を奪われそうでなんか嫌だなっていう風にネガティブな感情を持ってる人もいるかもしれません。で、この論文では約300万件の twitter の投稿を分析して世の中の人が生成系 AI に対してどういう感情を抱いてるかとか、そういったことをまとめています。食料によっては生成系 AI に対してネガティブな反応を持っている可能性が言及されていたりとか、すごく面白い内容になっているので、ぜひ見ていってもらえればと思います。えそれでは早速やっていきましょう。 はい。最初に研究の概要なんですけども、研究は2019年の1月から2023年の3月までの約4年間のツイートを集計しています。約100万人のユーザーの300万件の英語のツイートのみをまとめています。生成系 AI とい言ってもたくさんあるので、こういった感じでチャットとイメージとコードとモデルというふうに分けて集計しています。チャットだったらチャット GPT とか、b i n チャットとか。 イメージだったら、ステーブルディフュージョンとか、えー、ミッドジャーニーとかですね、そういったところを集めていると。で、リリースされたのがこちらの日付になっていて、この日付以降にツイートされている対象をまとめているようです。他にも、Bot とかの自動で運用されているツイートは除外しているということでした。最終的に集計したツイート数がこちらの右側の列になっていまして、例えば、ChatGPT だったら175万件のツイートがあるということですね。 こんな感じで、そのキーワードに紐づくツイートを集計しています。はい。で、本日の紹介する内容はこちらになります、えー。生成系 AI の関心度であったりとか、生成系 AI に対してポジティブなのかネガティブなのかとか、どういうふうにみんな生成系 AI を使ってるのかとか、あとは生成系 AI が誕生してから AI の関心っていうのは変わってきてるのかと、えー、そういったところの分析結果になります。 はい、最初に生成系 AI の関心ということで、普段の投稿と比較して、生成系 AI に対する投稿が増えたかというのを職業別でまとめています。で、この緑の線よりも高ければ、そのより生成系 AI に対する投稿が増えているというふうに解釈できますと。で、横軸は職業別になってるんですけども、まあ、全体的にですね、この緑の線を超えていて、まあ、非常に生成系 AI に対する関心が高いということがわかります。 で、投稿が増えている職種としては、このデータサイエンティストとか、プロダクトマネージャー、ソフトウェアエンジニアということで、この IT 関連の方々のまあ関心が高いということがわかりますと。で、まあ、これはそうだよなっていうふうに思うんですけども、こう見ていくとですね、弁護士とか、先生とかですね、そういった職種の方々も、まあ、すごい関心を寄せてるということで、これちょっと意外かなっていうふうに思います。 一方で投稿が少ないのはこのストリーマーという動画配信とかを行っているような人たちかなと思うんですけどもあまり関心がないという結果になっていますね。はい。で、こちらはより細かくどの生成系 AI に対して関心が高いかということを分析したものになっていて赤いほど関心が高いことを示しています。で、職業別に分けられていて一番右側が IT 関連の人たちなんですけどもまあ全ての生成系 AI に対してそういう関心が高いというのが分かりますと。 で、一方で、この左側の、このデザイナーとか、プロダクターとか、イラストレーターとかですね、こういった方たちは、このミッドジャーニーとか、ステーブルディフュージョンとか、画像生成の AI に関して、まあ関心が高いということがわかりますと。職業は、ツイッターのプロフィール情報から取得してるようなんですけども、こういうふうに見ると、確かにこの人たちは画像生成 AI に興味ありそうだなっていうふうに思うので、正しく情報が抽出できてそうだなっていうふうに感じます。 はい。次に、どの職業が生成系 AI に対してポジティブなのか、ネガティブなのかっていうのを可視化した図になっています。皆さんは生成系 AI に対してポジティブでしょうか、ネガティブでしょうかこちらの結果では、この赤線よりも上に来ている職業っていうのはポジティブな感情を持っているというふうに解釈できます。 一番左が全ての生成系 AI に対する反応というところで、ほとんどの職業がこの赤線よりも上に来ているので、全体的に生成系 AI に対してはポジティブな感情を持っている職業が多いということです。生成系 AI 別に見ていくと、このチャットっていうものよりも、このイメージとかコードとかモデルですね、こっちの方が全体的にこの赤線よりも上に来ているので、まあ肯定的に捉えられているということがわかります。 で、職業別で見ると、特にポジティブな反応を示しているのは、このプロダクトマネージャーとか、データサイエンティスト、サイエンティストですね、っていうのが挙げられますと。で、一方で、否定的な感情を持っている職業としては、このイラストレーターとか、ストリーマーとかですね、えっと、作家、ライターとかですね、に関しては、ネガティブな感情を持ってると。あと、この画像生成系 AI を見ると、このイラストレーターは特にですね、ネガティブな感情を持っているっていうのがわ、えー、かります。 はい。こちらの図は、職業別にどのようなトピックに対してツイートしているかと、あとはそのツイートの感情スコアというものを示しています。で、赤いほどポジティブで、青いほどネガティブになります。で、データサイエンティストを見ると、ま、すべてのトピックに対してポジティブであるということがわかります。で、一方で、このアーティストとか、イラストレートの方々っていうのは、このコピーライト、えー、著作権の問題ですね、に関して、かなりネガティブな感情をツイートしているということがわかります。 で、これおそらく自分たちの作品が著作権を無視して、まあ、勝手に AI の学習に使われているとことに関するツイートなどが挙げられるんじゃないかと思います。日本でも著作権の問題は話題になってたんですけども、まあ、今回は英語のツイートのみを集めているというところで、海外でも同様にこの著作権の問題は、まあ、問題されているように、えー、思います、はい。次に AI に仕事を奪われると言われている職種の人たちがどういうふうに反応しているかというのを調べています。 皆さんもチャット GPT が出てきたら自分の職業が AI に置き換えられるんじゃないかっていう風に考えたことはありませんかで想像としてはこの AI に置き換えられそうな職種の人たちほどの生成系 AI に対してネガティブな反応を持つのが、まあ、自然なのかなという風に思います。しかし研究ではこの AI に置き換えられる職業であればあるほど生成系 AI にはポジティブな反応であるという可能性が示されています。AI に置き換えられそうな職業の度合いと いうものを定量化したものが AI エクスポージャーというスコアなんですけどもこちらの図は AI エクスポージャーと感情スコアとの関係をプロットしたものになっていますで左側は文章情報から AI エクスポージャーを算出した場合の結果で右側がクラウドワークスとかで調査した AI エクスポージャーの結果になっていますで感情スコアとの相関係数が左側だったら0.261右側は0.706ということで統計的にも優位になっています つまり、感情スコアと AI エクスポージャーのスコアが性の相関を持っている可能性が示されています。つまり何が言えるかっていうと、AI に置き換えられるとされている職業の人ほど感情スコアが高いということで、まあポジティブであるという可能性が示されています。これは結構意外だなっていうふうに思いませんかで、なんでなのっていうところなんですけども、 え、論文では、この AI エクスポージャーが高い職業の人たちっていうのは、もともと新しいテクノロジーを好意的に捉えるような人たちが多いからということが書かれていました。で、私もデータサイエンティストやってるので、この AI エクスポージャー高いかなっていうふうに思うんですけども、生成系 AI は本当に便利で、仕事ではコードを生成させたりとか、論文読むときは要約させたりとか、すごい短い時間でいろんなことができるようになっているので、非常にポジティブに捉えています。皆さんはどういうふうに捉えているでしょうか はい。で、次に、チャット GPT をどのように使っているかを調べた結果になっています。で、調査の方法としては、チャット GPT のスクリーンショットを上げているツイートっていうのを集めて、その画像を解析して、そのプロンプトの部分を抽出したということで、めちゃくちゃ大変そうだなっていうふうに思います。で、円のサイズは、数を表していて、ポジティブなら赤、ネガティブなら青というのを表しています。で横軸は、投稿した量が多い職業から順番に並べられていて、 食料としては、このプロフェッサーが一番ツイートしてるということで、まあ、なんか教授が一番ツイッターにスクリーンショットを上げてるっていうのは、まあ、結構面白い結果かなと思います。用途を見ると、このトランスレーション、翻訳であったりとか、詞を作成したりとか、あとはツイートを生成したりする人たちにとっては、すごいポジティブに捉えられてると。逆に、このコロナウイルスとか AI モデルに関連するプロンプトを入力してる人にとっては、ネガティブに捉えられてるというのがわかります。 はい。次に、生成器 AI が誕生してから、AI に対する関心がどのように変わったかというのを調査した結果になっています。え皆さんはチャット g p t が誕生してから AI に対する関心って高まったでしょうか研究では AI のハッシュタグを含んだツイートをするユーザー数とえ Google の検索数を可視化しています。で、この線がえチャット g p t がリリースされてからなんですけども、まあ、リリースされた後にすごい AI に対する関心が高まっているというのがわかります。 で右側はそのツイートに対する感情スコアを表していて、まあ、高い方がポジティブであるということなんですけども、2021年の末頃に、まあ、AI に対するポジティブな感情が増えていると。で、その後はずっと下がっているということですね。でチャット GPT がリリースされた後は、まあ、しばらく横ばいで、その後ですね、直近はすごい上がっているというのがわかります。また、ツイートにラベル付けを行って、そのユーザー数の推移を調べたのが、この左側の図になっています。 で、ラベルとしては、そのツイートが、えー、ビジネス関連なのか、えー、AI モデル関連なのか、まあ、クリプト関連か、データサイエンスか、アートか NFT か、えー、ロボティクスかというふうに、まあ、ラベル付けを行っていると。で、ミッドジャーニーがリリースされたのが、まあ、2022年の3月ぐらいなので、まあ、ここら辺ですね。で、ここら辺で急激に、このアートとか NFT が増加していると。で、チャット GPT が出たのが、2022年の末ぐらいなので、まあ、ここら辺ですね。 で、こっから、クリプト関連のツイートがすごい増えてるというのがわかります。で、右側の図は、各ラベルでの感情スコアを表していて、この青い線ですね、これクリプトなんですけども、クリプトだけ上昇していて、それ以外はほぼ横ばいということで、クリプト関連のみ、直近は、この AI に対するポジティブなツイートが多いということでした。で、クリプトっていうのは、仮想通貨のことだと思うんですけども、まあ、それと AI っていうのは、 個人的にあまり強く結びつかないんですけども、どういうふうなつながりがあるかっていうのが、もしわかる人がいれば、教えていただけるとありがたいです。以上で論文の紹介を終わりたいと思います。で個人的には、かなり分析の設計がしっかりやられていて、とても興味深い論文でした。でもっと詳しく知りたいという方は、概要欄にリンクを貼っておくので、見てもらえればと思いますえ。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。それはそうだよな。あー。 Twitter のプロファイルから取得、Twitter のプロフィール状況から、Twitter のプロ、Twitter のプロフィール状況。